やはりやっぱ人は自分の話をねめっちゃしてる時ってやっぱ気分が上がってますし、何よりもですね、人は自分の興味のある話にしか関心は寄せません。なので注意したいことはです、どうも、株式会社即決営業の宇都です。今日は最も効果的な雑談テクニックというテーマで話していきたいと思います。皆さんに質問です。雑談って得意ですか？僕はですね、営業始めたての時はですね、この雑談ですよね、何喋ったらええねんといった感じでも全くわからなかったんで、いきなり商品の話をお客様にぶつけるとといった営業をしてしまっていました。もちろん当時のそんなやり方では成果につながることはありませんでした。で、この雑談なんですけど、なぜ大事かっていうと、我々、まあ日本人は特にと言われてるんですけど、いきなりですね、ピッチをかける、まあプレゼンされることって、まあ好きだっていう人は絶対いないはずなんですよね。我々は特に心の準備ができていないといけないと、もう無意識的に思ってるのが日本人なので、この雑談テクニックはですね、我々営業にとってはですね、必須項目なスキルだと言えるでしょう。なので、この動画では、この雑談での考え方ですね、そしてテクニックも最後にご紹介してますので、ぜひ何度も見返してみてください。即決営業ではまず雑談からですね、絶対にやってはいけない NG なことですね、ここから話していきたいと思います。これはですね、もう我々が無意識のうちにやってしまっているっていうことがよくあります。それは会話泥棒になってしまっているということなんですね。例えばこんな場面があったとしましょう。 A さんという方がいて、ここ最近めちゃくちゃ美味しい寿司屋さんがあったんだよねと。そして B さんという方が後悔します。あ、俺もさ、最近寿司食いに行ってさ、もうめちゃくちゃネタの新鮮さがやばかったよね。 A さんは、いや、ちょっと私の話しようと思ったのにな、みたいな場面ですよね。もう A さんはですね、もう点々といった感じですね。おそらくこの二人はですね、仲良くなれなかったでしょうね。まあこのケースからですね、皆さんに何を伝えたいのかというとですね、この話は A さんの話に対してですね、 B さんが、いや俺も寿司を食いに行ってさっていう話をしたことによって A さんの話を奪ってしまったということになるんですね。これによって人は実は信頼関係、まあラポールと言われますけども、これが切れてしまうんですね。なぜならですね、我々人間というのはもう社会的な動物でもありますし、自分と同じ世界を認識している人と仲間になりたいと思ってるわけですね。まあ我々も振り返ってみるともちろんわかると思うんですけども、自分が話をしている途中に遮ってですね、話をしてくる人って、やはりそれをされて気持ちいいと感じる人は一人もいないはずなんですね。不快感が残るといった感じです。これはですね、自分が熱中していることであったりとか、もう自分がその分野に関して詳しいトピックですね、このことについての話題が出た瞬間、無意識にね、人はやってしまいがちなので、ぜひ注意しておきましょう。これが我々営業パーソンが絶対に注意をしておきたいポイントの一つでした。では最も効果的な雑談とは何なのかという話なんですけど、それはもうたったの一つです。お客様に身の上話をさせるということなんですね。この身の上話なんですけども、簡単に言えばですね、お客様の興味や関心事を聞いていくということですね。なぜこの身の上話をさせるといいのかという話なんですけども、人はですね、自分のやってることとか自分の考え、価値観、まあ信念、心情ですね、こういったものを人に話すときっていうのは、まあ自己開示と言われますよね。まあ一般的にですね、この自己開示っていうのはですね、自分が敵だと認識してる人にはですね、絶対にしないわけなんですよ。なので人間はですね、自分が打ち明けてる、自己開示をしているってことは、この人に信頼を置いているということなんだなっていう、 0. 何秒の世界で僕たちは無意識に計算が行われているわけです。なのでまあこのチャンネルでも以前にどこかで出てきたと思うんですけど、一貫性の法則というね、まあ六大心理学ですけども、人はまあ自分で言った行動や言動を守ろうとするという無意識に誘発される行動があるわけなんですね。なので自己開示をしたら、この人のことを信頼してるんだなっていうふうに無意識的には感じてしまいますよということなんですよ。まあもちろんこれはね、意識ができないので多分皆さん気づいてはないと思うんですけども、無意識的にはその人を信頼しているということになります。またですね、人は自分の話を人にするときは、お金をもらうときと同等の快楽物質が脳内に出るということが分かっています。僕たちの脳の前側にあるこの前頭前野と言われる部分ですよね。この前頭前野に快楽物質ドーパミンですよね。ドーパミンが出ることによって脳の報酬系と言われるところが刺激されます。なので、人はですね、自分の話をすることによって、それを聞いてもらっているという時に、そのドーパミンが出ますので、快楽を感じることができますということです。この話を聞いてですね、僕も自分自身を振り返ってみると、皆さんどうですか？よくありませんか？自分の話をしてて、あれ？なんか、何の話してたっけ今みたいな。こうなんか盛り上がりすぎて、話のね、戻るところがわからなくなるみたいな現象ってあると思うんですけども。やはりやっぱ人は自分の話をね、めっちゃしてる時ってやっぱ気分が上がってますし、何よりもですね、人は自分の興味のある話にしか関心は寄せません。なので注意したいことはですね、我々営業が何を話そうと考えてる時点でもうアウトだということなんですね。なぜならですね、それは相手にとって興味がない話であることの可能性が高いからですね。なので結果的に何を話そうかなって考えてる人ほど雑談が苦手だと感じてる人が実は多いんですね。
ですから、まあ、我々がしたい話をするのではなくてですね、相手がしたい話をさせることですね。そうすることで相手からはどんどんと話題が広がっていきますし、身の上話をどんどんとしてくれますので、その結果お客様も警戒心が解け、オープンマインドになり、そして悩みをヒアリングで言ってくれやすくなるといった流れになるわけです。もうですね、この自分語りをさせる、身の上話をさせるというのはですね、もうトップセールスはめちゃくちゃ上手なんですね。皆さんこのチャンネルでね、大ファンだと思うんですけども、乾ですよね。もう乾はもうめちゃくちゃこれが上手です。なのでトップセールスは自分で何を話そうかなと考えるのではなくて、相手に何を話させようかなっていう視点で雑談をしているということなんですね。ここまでですね、お客様が身の上話をさせることによって心が開いていくので、雑談では大事ですよということはお分かりいただけたかなと思います。じゃあ実際にどんな感じでやればいいのか、皆さんにイメージしてもらいやすいように場面を想定してトークのシェアをしていきたいと思います。この雑談トークどんな感じかというと、例えば相手の趣味を聞くとするとしましょう。どんな趣味をお持ちなんですかって、まあ皆さんこれはやってると思うんですけど、導入の質問しますね。するとお客様ですね、いや私ね温泉好きで温泉マニアなんですよって、まあ、自己開示をしてくれたと。でここでですね、温泉マニアなんですか、僕もちょうど最近なんかいい温泉ないかなって温泉探したとこやったんですよね。もう温泉めっちゃいいですよね。ちなみになんか〇〇さんがこの温泉絶対行った方がいいよっていうなんかおすすめの温泉とかだったりしますか。やっぱり愛媛の道後温泉かな。うわー道後温泉めっちゃいいですよねみたいな。もうめっちゃ興味あるのでもっと聞かせてほしいんですけども、もう今まで行ってなんか一番感動した温泉地ってあります？あーそれは別府温泉ですかねみたいな感じですね。こんな感じですね、どんどんと話題が広がっていくようになります。このポイントなんですけど、もっと聞かせてほしいんですけどもっていうのが非常に大事になってくるんですけど、これはちょっと心理学の話になるんですけども、人はですね、もう自分に興味を持ってくれてるという相手に対して好意を寄せてしまうというね、心理学があります。なのでこのもっと聞かせてほしいんですけどもというフレーズはですね、ぜひ対応してみてください。でこの雑談テクニックで特に大事なのはですね、自分自身がこのマイクを持ちすぎないということなんですよ。イメージですけども、相手が6割だったとしたら自分は4割話すぐらいな感じですね。これぐらいの割合で、まあファーストアプローチで雑談ができるともう100点満点ですね。たまにこういう方もいますが、相手がね一方的にもめちゃくちゃ喋ってくれる人っているんですよ。もう自分の話をブワーってやってくるみたいなね。まあこういった場面ですね、なかなかちょっと話終わらんなって思った場面に使えるのが、実は僕最近〇〇に悩んでるんですけども、〇〇さんだったらこれってどうしますかっていった感じで、この出したトピックに対しての教えを請うというやり方があります。こうすることで話題が一気にチェンジしますんで、自分の主導権に話を展開することができます。そうすることで話が変わることによって、セールスをしに来た目的と関連する話題にスイッチがすることができますので、ぜひこれも覚えておいてください。即決営業、それでは最後にまとめます。今日は最も効果的な雑談テクニックというテーマでね、話していきました。お客様に身の上話をしていただきましょうねというのがもうポイントになります。何を話すかではなくて、相手が何を話すかで全ては決まってしまうからですね。前提は僕たちは自分自身にしか興味を持たないのがもう人間の本質ですから、相手が興味ない話をいくらしたって全然話は盛り上がらないわけですね。なのでまずは相手が何に興味があるのか、そこを聞き出してそこから広げていく。そのためにはまず自分の身の上話をしてもらうために雑談は集中していきましょうというのがポイントになってきます。もう何度もお伝えするんですけども、雑談では自分が何を話すかにフォーカスがいくのではなくて、相手が何を話すのかにフォーカスを当てるのがトップ営業がやってることですので、雑談ではですね、相手に身の上話をさせるということを今日キーワードとして覚えておいてください。ぜひあなたの営業活動にお役に立てることを望んでおりますので、試してみてくださいね。そしてこのチャンネルではあなたが即決で契約を取るために必要な技術や心構えを日々配信しております。このチャンネルがすごく勉強になったなって方は、今すぐチャンネル登録と、そして概要欄にあります公式 LINE を今すぐ追加しておいてください。公式 LINE を追加していただくと、営業現場で即使える3つのプレゼントが手に入ります。ぜひ今すぐ公式 LINE を追加してプレゼント希望とメッセージください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。株式会社即決営業の宇都でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。